いたぞ、幸せのフェアリーケーキだ。ついに見つけた。すぐ完売するカップケーキのお店、早く並ぼう。二人ともテンション高いね。ミキはそうでもない？アヌピがハマっちゃってね。でも何度食べても美味しいから、ミキも食べる。おいしい。すぐ完売するだけあるな。よろしければアプリ登録いかがですか？アプリ登録ですか？ただいまキャンペーン中でして、登録でもう一個おまけで差し上げます。登録します。珍しい、意中の力の項目がある。意中人のお客様も多いですから、意中の力の反応に気を使っています。なるほど。雷と氷と、これでいいのかな。ありがとうございます。ではもう一つどうぞ。やった。あれ、私アラームいつ止めたっけ。影からこんなに着信。嘘、今お昼？私こんなに寝てたの？依頼は解決したからいいけど、珍しいな、ヒサが遅刻なんて。ごめん、まだなんか眠くて。余裕ですね、ヒサメちゃん。強盗団を叩きのめした後なのに。そういうわけじゃないんだけど。ストレス溜まってんじゃねえのか。今日は早く帰って寝ろよ。そうする。すいません、遅れました。ひーちゃん珍しい、夜更かしでもした？なかなか起きれなくて焦った。また寝坊か、どうしたんだ。おい、ヒサ、ヒサってば。ではここ、ヒサメさん。すいません、寝てました。珍しいですね。まあそういう日もあるでしょう。では影千代君。俺すか。影千代、お前な、ヒサメちゃんに無理させてるだろ。あのように堂々と居眠りなど普通では考えられん。はあ、んなことさせてねえよ。眠れるモーニングフィジョって感じで寝てても変になるんだけどね。キシャシャシャキシャキシャ。なんで俺が疑われるんだよ。ひーちゃんに最近変わったこと。そう、あの居眠りは珍しかったけど。なんかないか、些細なことでもいい。昨日フェアリーケーキの店を見つけたくらいか。あの美味しいって噂の？ならむしろ元気になるはずだ。それでもあんなに疲れてるなら、もしかすると。数日後。ということでして、どうか解決していただけませんか？わかりました。なんとかしてみましょう。ヒサ！すいません、なんとかしますから。大丈夫かな。どうしちまったんだよ、ヒサ。わかんない。最近ものすごく眠くて。病院は？見てもらったけど、わからないって。影？シディたちのことか。え？あの時、俺を元気づけてくれたけど、やっぱりお前も本当は限界なんだろ。いや、違うよ。私はただ疲れて。にしては異常だ。違うってば、全然関係ない。でももうしつこいな、私帰る。おい、ヒサ。ついカッとなっちゃった。影は心配してくれてるのに。もうなんなの。あれ、なんか立てない。違う、これはただの眠気じゃない。攻撃、催眠、いや、もっと別の。だ、ね、影。数日後。影千代、ちょっと握手だったかな、それは。アホすぎて笑え。俺が頼りねえから、いつまでもシディの情報が見つからねえし、不安にさせちまったかもって。ヒサメちゃんの様子がおかしいのは、そのことが原因とは限らないんじゃない？そう、くだらないことを考えておるから、ヒサコに愛想をつかされたんじゃろ。黙って手でも握ればいいのに。影雄はヘタレじゃから無理じゃ。ちくしょう、どうせ俺が全部悪いよ。てか、ヒサいねえから仕事手伝え。今日のはなんだい？連続失踪事件？この前受けた案件だよ。神隠しみたいに人が消えてんだ。人身売買とかそういうのもね。事件現場、なんか見たことあるな。こんにちは、ゲームさせてください。また元気なのが来たな。ちょうどいい、アヌビス君。この地図を見て何か気づきませんか？あ、フェアリーケーキの店の。え、お前ら仲いいの？俺も彼もフェアリーケーキが好きでね、よく街で探してるんだけど、その時スイーツ仲間になったんだ。これ今まで現れた場所と同じですね。ネットにもまとめてる人いますよ。ほんとだ、一致してる。偶然にしては妙だね。怪しいな、ここ。あ、
昨日フェアリーケーキの店を見つけたくらいか。まさか嘘だろ。ヒサが電話に出ねえ。くそ、あのカップケーキ屋、薬持って拉致しやがったな。ちょっと待って影千代、それなら俺だって眠くなるはずだ。僕もたくさん食べたよ。お前らなんかアプリとか勧められたか。ああ、ポイントカード代わりのね。個人情報入力したらケーキくれたよ。そこだな、薬のタイミングは。ヒサは入力した情報で何かに選ばれたんだ。あれ、ここカレコレや。私帰ったはずじゃ。おはよう、ヒサメ。シディ、なんでここに。なんで、俺はいつでもお前たちのそばにいるぞ。シディさん、お腹すきました。ヨメちゃんも。うん、飯にしよう。いただきます。2日ぶりのご飯やった。ボーティス、これ俺が手つけたんだぞ。やかましいわ、わしの方が先に食っておったんじゃ。喧嘩するな、2人とも。まだおかわりはたくさんある。嘘、これこの光景。ヒサメもほら食べてくれ。うん、おいしい。それはよかった。うん。どうした、ヒサメ。シディの料理久しぶりに食べられて嬉しいな。それはよかった。え、ここはどこ。体が動かない。何これ。あら、もう起きちゃった。ダメでしょ、夢を見ていないと。あなたが一番発電効率がいいんだから。あなたはカップケーキの。そうね、でも正体はここのボス、いえ所長と言うべきかしら。ここはどこ。発電所よ。発電所。ええ、いろいろ種類があるんだけどね。最近我々が開発したのはこれ、生体電池による発電よ。生体電池。前から電気代高騰が嘆かれてるでしょ。宇宙人も増えたし、もう既存の方法じゃ必要な電力を確保するのも難しいの。だからって人を電池になんて。ただの人じゃないわ。雷の力を持つ人だけを選んだ。まさかあのアプリ。雷って入力したでしょ。おまけのケーキに特殊な薬を混ぜたわ。だんだんと睡眠周期が長くなる薬よ。なんでこんなこと。昔娘が宇宙人に殺されたの。雷の力を使う種族だったわ。娘の大好きだったカップケーキを使って復讐するのが私の願い。次眠ればもう起きることはないわ。死ぬまで電池として寝てなさい。この人は怒りに染まってる。何事。侵入者だ。なんだと、銃弾受けて平然とカップケーキ食ってやがる。頭狙ってくれますか。服に穴が開くのは嫌なんです。ちくしょう、マグナム弾も効かない。あとカップケーキもやめてください。食べ物に罪はないし。化け物。スライム相手に大げさですね。ここか、薄気味悪い場所だな。影。お前はこいつの仲間か。うまいケーキが災いしたな。熱狂的なファンが販売者の目撃情報をネットに上げてたぜ。なぜか発電所に出入りしてるらしいってな。そんな、注意してたのに。警察は呼んだ。ヒサを解放しろ。もうあんたらは終わりだよ。近づかないで。ちょっとでも近づいたらここは全部火の海。ドライ君。優しいね。君のウイルスはこの女に地獄を見せることもできるはずだ。拘束するのはお前のお箱だろ。適材適所だよ。殺したいなら殺しなさい。でないと私は生きている限り復讐を続けるわ。あんた。ま、私を殺しても無駄だけど、設計図はダークウェブに流したから、雷系の宇宙人はみんな電池になればいいわ。てめえのその復讐に二度とヒサを巻き込むな。ヒサ大丈夫か。解毒剤も見つけたから安心しろ。ありがとう。あの人は？ウイルスで気を失ってるよ。そっか。ああ。お、やればできるじゃないか、影千代。うわっ！あ、すま。ああ、私も。なんでそこで二人ともへたれるかな。ドライ君もありがとう。俺なんかがお役に立てて何よりです。なんでちょっとひがみっぽいんだよ。しかし、推理からここまですごかったね。さすが影千代。必死だったんだよ。もう誰も失いたくねえからな。
なんだこのかっこいい映像。なあヒサ、シディ。あれ、あいつらは。うわ、なんだこれ。皆さんこんにちは、カレコレニュースのお時間です。今月のカレコレは今年でなんと5周年。マジかよ。そんな5周年記念の企画として、これからたくさんの発表があります。つか、俺だけ仲間外れにして何3人で楽しそうなことやってんだよ。俺も混ぜろ。なんかうるさいのが聞こえますね。もちろんだ、影中も一緒にリポートとやらをしよう。急いで来てくださいね。さて、まず発表するのはこちら。9月3日火曜日からローソンさんでのキャンペーンが決定です。キャンペーン内容ドーン。おお、すごいな。全部今回のための特別な衣装のグッズたちだよ。こんなの全部欲しすぎんだろ。ゆっくり紹介しますから、慌てない慌てない。まずは1つ目、オリジナルクリアファイル。対象のお菓子を3点購入すると1枚もらえるらしいです。どれが対象になってるかはキャンペーンサイトで確認してみてくれ。ひさめさんのこのスタイルの良さ見せつけられて悔しい。あ、そうかなありがとう。でもヨウメイちゃんも素敵だよ。衣装も髪型もすっごく可愛いし。わあ、公開処刑です、見せないでください。シエディ、ほら、なんか言ってやれ。お、ヨウメイはいつも可愛らしいぞ。あ、倒れた。気を取り直して、ローソン店頭で販売しているオリジナルグッズの紹介です。ミニアクリルスタンド、アクリルスタンド、アクリルキーホルダーが販売されるんだってよ。なんですか、あの玉座に座ったお二人は。ああ、これ、私たちの DNA がモチーフになってるんだって。ヒサは雪女で俺は吸血鬼か。なんだかお姫様のようだな、ヒサメ。様になってるよな。そう。影地はいくら玉座に座っても到底王族には見えませんね。はいはい、もう慣れたよ、お前のそれには。凡人な影地よ、ボンチよ。おい、誰がボンチよだ。続いて今月のカレコレ、パリッツルチョコです。オリジナルクリアステッカー1枚が入ってるらしいぞ。私たちのお菓子が出るなんて嬉しい。たくさん食べちゃおっと。みんな必ずゲットしてくれ。ひさめさんに全て食い尽くされる前に何か言った？ほんと余計なことしか言わねえな、お前。今紹介した3つは商品がなくなり次第終了だから忘れずにチェックしてくれ。続いてはこちら、モチドルです。おお、いいじゃん、かわいい。モチモチしたくなるな。アットロッピー HMV&Books オンライン限定で予約販売もあるから、ぜひゲットして私たちをモチモチしてね。あ、モチドルはいいけど、本物の俺はおさわり厳禁な。そうなんだ、それはよかったですね。せめてなんか突っ込んでくれよ。さらに8月29日木曜日から9月3日火曜日には、ローソンにて影千代、ひさめ、シディの3人による店内放送を実施しますとのことです。おい、明日からじゃね。早速明日からお店に聞きに行ってみてね。いやー、ローソンキャンペーン最高だな。盛りだくさんだったな。いいえ、まだ発表があります。何ですか？なんと、なんと5周年記念のランダムブロマイドがローソン店内マルチコピー機ローソンプリントで販売決定しました。よっしゃー、豪華すぎません？販売期間はこちら。こちらの5周年キービジュアルがブロマイドとしてゲットできるよ。あ、さっき出てたやつだな。これは早くゲットしないとですね。右下にいるのは誰だ？ん？ああ、そいつはドライ。あれ？お？どうした、影千代？いや、なんでもない。そしてなんと、これは何です？9月15日日曜日に5周年を記念した生放送が決定。横取りしないでください。9月15日記念日の当日にあるんだな。詳しい内容はまた後日発表するので、皆さんお楽しみに。いやー、とんでもねえ情報量だったな。カレコレの周年記念日ってここまで盛大にお祝いしたことあるんです？いや、もしかすると今年が史上最大じゃないか。だよな、ほんとすごい。まさか。え、まさかこんなことって。どうしたんだよ、ヒサ。おい、お前らどこ行くんだよ。なあ、一体何が。この音、いつかこんな日が来るとは思っていた。アザミはもう吸血鬼じゃない。お前らは違う。お前らはすでに決めている。このままじゃ地球は終わる。影千代、あなたが鍵なの。は？